大荒子雇用跡、左側の看板は2006年に建てられたもの。大荒子雇用跡は、愛知県田原市屋市町大荒子地区にある遺跡。平安末期から鎌倉時代に栄えたと考えられている厚見用の雇用跡の一つ。五季の上り窯からなる国の史跡。大荒子雇用跡遺跡一厚見用は、平安末期から鎌倉時代まで、 厚み半島で生産されており、山茶碗などの日常容器の捕獲ら国旗や、京仏容器などの用途に用いられたが、その後は衰退する。1950年6月に、藤原明長の名の入った陶片が出土する。その後、数度の発掘調査を経て、同名の全容がわかる、探検壺をはじめ、多数の名分入り陶片が出土した。藤原明長は、 カジュ流藤原氏の人物で、陰性期に活躍し1136年から1155年に、かけて二時の三河国史を務めている。三河守在任中には、富士山での一切行前の事業と関係して、京塚造営を行い、静岡県三島市や山梨県南駒郡南部町の、笹山京塚などでもダイアラコ雇用で生産された、同名分の容器が出土しており、 大荒子雇用が使われていた時期も特定された。他にも大亀、壺、パチ、山茶碗などが出土しており、秋長名亀を持つ探偵壺などの出土遺物は愛知県当時美術館に保管されている。昭和30年代までは厚見半島で過去に陶器を作っていたことは知られておらず、それにあたるものは謎の黒い壺と呼ばれていた。この大荒子雇用跡の発掘を講師として、 厚み半島全域で雇用の調査が進み、多くの場所で陶器を生産していたことが明らかになったのである。1971年に国の史跡に指定された。ありがとうございます。